はい、今日は5月8日 5月8日の朝です。まあ、一応なんか今日早く起きたから早く作業しようとは思ってます。で、まあ、余ったペンキ塗りました。で、床はぐってはぐって、まあ、全部はぐる必要ねえなと思ってブルーシート敷いて、1体しかないからもう1体入れようかなって感じです。床下からっと、はい。なので、まあ床はぐってブルーシート敷いて床下からっと入れたら、今度は板ひっくり返してやっていこうかなって思います。で、ところどころ柱を避けて L 字で切ってる板あるんで、それをちょっと避けてそこまで剥がさなくてもいけちゃうので、まあそれでやっていきます。で、そこが終わったらちょっとここ今日晴れたんで、塞いでいこうと思います。でも湿度計見てもやっぱり 70% で結構湿度高いんで、どうしようかなという感じですが、まあ一応今朝特にあそこですね、まあここですね、この奥のところから実は雨が吹き込むとすごい水がバチャバチャ入ってきてたんで、表の通風口を、トタンで塞いであって、その塞いであるトタンの隙間にコーキングボンドをめちゃくちゃ垂らし込んで、それくらい隙間が空いてたんで垂らし込んで、まあ水が入ってこないようにしたら、まあ入ってこないということなので、今週天気が続くから今週いっぱいちょっと床をはぐったまんまにしようかなと思ったけど、そうすると作業全然進まないんで、まあ意を決してやっていきます。まあこれでこれそうだね、やっぱ気になるのはシロアリと湿度なんで、まあ100均のやつだからねどうかなと思うけど、まあ、ちょっと雨とか降っちゃうとやっぱり 70%、80% 超えちゃうので、まあこれは仕方ねえという感じです。で、土じゃなくて実は砂なんだよね、ここの家の下って。だからなんていうかすぐ水はけ良くて落ちるんだよね、水がすぐ下に。だからシロアリだらけになってないんっていう感じなんですよね、この家。まあ、俺の想像なんだけども、まあそれが効果幸いか分かんないですけど、ちょっと使石がね埋もれてるんだよね。多分地震とかがあるとね使石とかが埋もってくるもんだと思います。で、特に隣が製材所なんで毎朝地震がどっかんどっかん来るんで、多分それでどんどん床に使石が埋もっていっちゃって、聞いてない床使っていっぱいあるんで、あ、もうこらしゃあねえなって言って諦めてますね。まあそんなこんなで、今日もやっていきます。
はぐったからいいかなって感じです。であとこの後またブルーシート 4.5 畳のやつを切れ込み入れてここに入れます。でどうしようかな、多分もう1体床下からとはいらないか。はい、まあ、ここはそんなにびちゃびちゃではなかったんだけれども、やっぱりね水が入ってきてるんだよね。で多分これここそこにある通風口がすぐそこ窓の向こう側で、あそこにも実は通風口あったんだね。でもまああそこはね水落ちてこないからまあいいとして、はい、まああとはこれ以上剥がさなくていいかなって感じです。めんどくさいんで。あとは釘抜いてブルーシートを切って、床下からっと1体だけ巻いていきます。